新たに100匹以上のヒアリが確認され、幼虫や卵も見つかりました。東京の大井ふ頭では今月に入って、中国広東省から運ばれたコンテナから100匹以上のヒアリが見つかっていました。昨日、環境省などが追加調査に入り、このコンテナのベニヤ板の床を取り外したところ、板の隙間などから新たに100匹ほどのヒアリが確認されました。環境省によりますと、繁殖力のある女王アリは確認されていませんが、卵や幼虫がいたことから、コンテナ内で繁殖していた可能性が高いということです。環境省はこのコンテナ内をいぶすなどして駆除の徹底を進めています。